カキン TV Everyday。 おー、ヒカキンクッキングだよ。ハロー YouTube。 どうも、卵料理大好きヒカキンです。本日作っていくのは超高級食材でドレスドオムライス挑戦してみた。めっちゃむずいらしいよでございます。皆さん知ってます？ドレスドオムライスってやつ。なんかさ、こうウェディングドレスみたいにこういう風になってるオムライス、あの超映えるやつ、もうインスタとかにあげたらもう何万いいね来ちゃいそうみたいなやつ流行ってて、でそれを今日初めて挑戦するんですけど、使う卵がね、これ今までも何回かヒカキン TV で使ったことあるんですけど、超高級卵ことぶき、この卵1個1000円です。失敗できねえ。あのね、贈答用だと10個入りで1万900円ぐらいで、ドレスドオムライスって卵ね1回でね2から3個とか使うんですよ。だから2,3000円、失敗したら2,3000円です。そこでただね、失敗してもね、あのスタッフもいるんで美味しく食べたいと思いますが、まあ一発で成功するんで別にいいっす。久々です、これ開けるの。うわー、1個1000円だからな。いきます。アクアファーム秩父のこだわり卵ことぶき。うお、なんだこれ。あ、どういう風に作ってますみたいなね、すごい説明があり、あーガー、これほら見て、これ手書きスタイル、一個一個書いてますこれみたいな、この木箱に書いてあんのよ。いきますよ、ほら、来ました。なんかこの鶏小屋感いいね。もうちょっと見えてるけど、これ、うわー、これすごいハイクオリティな、うわー、ことぶき、これが1個1000円です。ということで今日のオムライスは1杯5000円で売りますってぐらい の値段だな多分、マジで。うわー、まあこれで、これ20個入りなんで2万円以上しますね。やばいよね絶対成功させなきゃ。で、オムライスといったら卵だけじゃなくて、まずチキンライス作るんで、チキンライスから作っていきたいと思います。チキンライスの材料はこちら。はい、チキンですからこれがなくちゃ始まらない。鶏もも肉で、ケチャップでしょ、オイスターソース、白ワイン、バター、粉末のコンソメ、あと塩コショウ、玉ねぎでございます。で、まずはね、鶏肉から切って炒めていきます。切っていく。はい、行きましょう。1センチとかでいいみたいなんで、まあ、ちょっとこれ量多いので減らしますけど、あんまり大きいと食べづらいよね、オムライスの中に入ってる鶏肉ってね。むしろなんか、あ、そんなに入ってたっけぐらいで思うから、ちっちゃくしたいな俺は。1センチか。あー、これちょっと鶏肉って切るのむず、ちょっと待って。あ、ちっちゃいよ。はい、僕はなんか細かくしたいのでちっちゃくしていきます。1センチ、いろいろね正解がないみたいでね、1.5 センチって書いてあるところもあれば1センチってとこもあったりね。で、この後塩コショウでまずね火通すんだよね。はい、切り終わりました。はい、こんな感じ。ちょっとなんかちっちゃかったり大きかったりするんだけど、まあ炒めれば大丈夫でしょうって感じだね。うん、で次玉ねぎですね。玉ねぎ、私はみじん切りが苦手なので、このブンブンマシンを使ってやります。さあ、うわー、玉ねぎは大事、玉ねぎは正義。みじん切り時間がかかるからね、まあ、ちょっとこれ細かくしとくと動きやすいからな。あー汗がかかっている。それじゃあみんなも一緒にブンよーし、ほら見て、このクラッシュを見て、クラッシュ、よーし、はい、早いね、10秒です、時短です、いいねー、OK。 はい、中火でまずは鶏肉炒めていきます。なんかさ、よく彼女が作ってくれたオムライスとかさ、お母ちゃんのオムライスとか言ってさ、なんか家で簡単に作れるもんだと思ったけど、結構大変なんだねこれね。え、まあ、ここまでしっかりやらない人もいるよね。しっかりやらない人っつったらあれだけど、ケチャップだけご飯にとかさ、そういうのもあるよね、多分あるよね。ねえ、はい、バターでいきます。 GO。やっぱりさ、オムライス卵の時もサラダ油でもバターでもいいみたいなのあるんだよね。バターがなんかうまそうだよね。はい、それではここに鶏もも肉を入れていくで、色が変わるまで、ちょっと火が通るまでですね、炒めます。はい、いいね、これだけでうまそうだね。はい、赤いところがなくなるぐらいまでやりますね。鶏肉はしっかりと火を通していきましょう。
うん、なんかシーチキンみたいになってきたよ。いいよ。はい、ここに玉ねぎ入れていきます。ほらはい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 、あ、案外ボリューミーになるね、あんな量で。はい、これでちょっと玉ねぎが飴色になるまでこのまま炒めます。下手したらオムライスの主役はここだからね。違うかな、でも大事だよね。はい、だいぶ玉ねぎが柔らかくなって、なんかこう水っぽい感じになってきたので、塩コショウを入れます。ここに今回ね、デミグラスで食べるんでケチャップじゃないんで、ケチャップも中に入るんだけどね、まあ、ちょっと多めに入れてもいいよな。特にコショウは多くても大丈夫。うん、オッケー。うわあ、一気にいい香りに、見てイタリアンな感じ。オムレツはどこで生まれたものなんですか。よし、で、なじませて、あとはもうここに調味料一気に入れていきます。ご飯は最後です。はい、ここにオイスターソース、ジャワー、セロワイン、こんなお上品なもの入ってんの。コンソメ、すごいおしゃれ。ワイン入れた瞬間に香りがめっちゃ良くなったな。で、最後にケチャップ、主役です。ほい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 、あとはご飯を待つだけだ。うん、そっか、俺さ、てっきりご飯から入れていくものだと思ってたよ。ガファーっつって、まさかのソースを作ってからご飯なんだね、これ。へえ。さあ、それでは今炊けたばかりのご飯を、よし、これ4人前ぐらいあるんで2合ぐらい炊きました。さあ、うわーっバサーいきたいんだよね。いきます。いけ、なんたってオムライスだからね。おお、ほら、いけ、押してくれ。よーし、いったぜ。一粒残らず無駄にしちゃダメなんやで。お米っつうのは出汁が当たるで。一粒残したら OK。 さあ、これで混ぜていく。やばい、量がすごい。これでもあれだよね、家族で食べるんだったらこんくらい量普通だよね。なんかもっとケチャップ入れたくなっちゃうな、これ。こんなもんなんだね。ちゃんと、ま、混ざるかな。おー、いいいいいい、いい感じ。あ、なんかくっついてきた。やばい、なんか思ったよりちょっと薄い気がするんで、まあ、人の好みにもよるのかもしれないけど、僕ちょっともうちょっと濃い子が好きなので、もうちょっとケチャップ入れちゃいますね。皆さん気をつけて入れてくださいね。入れすぎるとしょっぱくなっちゃうからね。ほらー、ちょっといっぱい入れてる。ほら、でもさ、濃い方がうまいじゃん、多分。うん、あ、でもいいか、あ、ちょっといい感じになってきたね。これはまあもうお好みですかね。やべ、ちょっと張り付いてきた。すいません、なんか分量の倍ぐらい入れてるかもしれないけど、まあまあいいでしょうね。なんか卵開けて赤い時テンション上がるよね。うん、うんうんうん、いいんだよいいんだよいいんだよね。みんな気をつけてくださいね。僕は赤くなってるのが好きなんでね。入れすぎな人、入れすぎな人。あ、やっぱほらほらほら、やっぱ見た目テンション上がるよね。うん、ただ今回コンソメも入れてるからさ、いい感じになりました。よし、これでまあもう準備 OK ですね。はい、それでは丸くね、するために茶碗とかに入れます。こうやって、はい、密度が大事よな、これな。はいはいはい、しっかりこうやって。生まれて初めて作ったわ。学校とかでも作んないよね、さすがに。よし、 OK かな。これであとはこうやって、うん、できました。いい色してるじゃん。ここにのせるだけだ、ドレスをな。くる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 って、よし、やっていくか。冷めないうちにガンガンやっちゃいます。さあ、急いで卵を準備していくんですが、さあね、あ、卵ですよ。チリン。すいません、私イカキン、ドレスとオムライスを甘く見てないんで、高いやつで大失敗するのもちょっとあれなんで、すごい安い卵を買ってきましたので、デビュー戦はこれで練習、練習っていうか、いや、今成功させますよ。はい、これでいきたいと思います。若干ビビってます。で、なんかね、僕今回ちょっとね、これちっちゃめなフライパンにしたんですよ。20センチくらいの。というのも、上手い人だったらでかいやつでもいいと思うんですけど、フライパン大きくなればなるほど、こうやってやるときにふわーってなんか、なんつうんだろうな、焼けやすそうみたいなのを思ったんですよね。なのでちょっとちっちゃいので、これでも十分ご飯包めるぐらいの大きさあるんで、ちっちゃいので試してみたいと思います。卵はね、あの大きいフライパンだと多分卵3個とかなんですけど、ちっちゃいのだと2個でいいっぽいです。卵、よし。さあ、君はドレスになるんだ僕に調理してもらえることを喜んでくれ。で、これをね、よーく混ぜるのが大事なんだって。まずよーく混ぜる。ほら、切るようにして、こう箸で切るようにして。これがね、そもそもちゃんと混ざってないと、あのドレスね、失敗しやすいらしいです。なんとも奥が深い。できるなら機械で混ぜちゃいたいくらい。まあ、30秒ぐらい本気で混ぜた方がいいとは書いてありましたね。うん、いい感じで、これをできたらこすと。はい、このなんかあのケーキとかでなんかあの粉こすみたいなね、あれ系です。はい、で、これでいきます。ほら、これで滑らかにしていくー。で、出てこなくね。出てきたー。こんな VIP なんですか、ドレスは。全然出てこないっていうか、これ量
減りそうなんだけど、これ下手したらもう一個いるかも。白身がやっぱ残っちゃうんで、ただ白身が悪さして失敗するっていうのがあるみたいなんでね、美しさを今回は求めていきますから、急遽追加します。なんか減りました、量が。3個くらいでいった方がいいかもね、コスなら。分かんないけど、やったことないから。よし、ゴー。これだけあればいけんだろう。いやまあなんか本当はね、うまかったらこうやってこさなくてもいいのかな。もったいないよな、なんかな。ちょっと白身さんが、まあ、これも美しさのため、まあ黄身だけを使うね料理もあるからな。白身が詰まっちゃうね、これ時間かかるのよ、垂れるのに。でもだいぶ綺麗な卵が下にね出来上がってます。これ超綺麗、見てほら。あーこれドレスになるってもう分かるよね。うん、完璧だ。早く食べてくれー。うん、ただ白身はもうスライムみたいなんで、これ以上はちょっと無理かも。だいぶでもいい感じ。オッケーですかね。うぃー、見てこれ、すごい色してるよ。すごいいい色、マンゴーみたいな色。でかー。ちょっと卵の横でゴリグラスソース温めるわ、弱火で。ハインツだよね、これ。スーパーで働いてる時ね、これの業務用がすごい売れてました。ガッグオートミグラス、はい。おー結構赤いんだな、これ。うまそう。ちょっと温めたらこれ切っときますね、焦げちゃうとあれなんで。よし、デビュー戦だな。デビューは1回しかねえから。よし、ケチャップライスもここにセッティングして。で、僕ね、いろんなやつ見ました、動画とか記事とか。なんか失敗するのはなぜかとかね、成功までの道のりみたいな動画とかめっちゃ見たんだけど、みんななんか違うんだよ。ちょっとバターの人もいれば、サラダ油の人もいれば。で、なんとなくね、これね、人生33年の経験でミスってる人と成功してる人の差を僕は直感で気づいたんです。多分ね、火が弱い人がミスってる気がしたの、俺は。中火ぐらいって書いてあったりするんですけど、結構ジュワッすぐに固まり出してる人がうまく巻いてってる気がしたんですよね。あと油が多い人、くっついたり失敗してなかったんで、油多めで。じゃあバターですね、僕。バター多め。で、あとね、これいいことかはわかんないんだけど、箸あんじゃん、この菜箸みたいな。これさ、細いわけじゃん。なんか細いとさ、ピシッて破けそうじゃん、ドレスが。卵のドレスが。で、これ逆さまでやってる人多くて、なんか、こっちって調理していいのとかも思いつつ、まあまあ、デビュー戦やから、思い切っていくわ。よし、じゃあ中火で。うわ、火力は十分にな。夜な。強火じゃなければそれでいい。ひよるんじゃねえ。ここでひよったやつは負けるんだ。大丈夫か。動画とかってほとんどうまくいってるやつしかないからさ、なんか簡単なんじゃないと思うけど、甘くないっぽいんですよ。怖え、マジで怖えよこれ。じゃあ僕バター2個分入れちゃいます。贅沢だ。これでくっつかないように。ああもう温まってきてるね、一気に。うわ、これでくっつかないようにするには、ちゃんとまんべんなくまず油を全体に敷き詰めていく。緊張感が増してくる。やはりドレスドオムライス、そう甘くないということがこの緊張感から伝わってきます。うお、ちょっと待って、このフライパンには多すぎたか。いや違う、このくらいの量でいいんだ。ビビるんじゃない。デビュー戦は控えめに言ったら負けだ。よし、ちょっと多いな。ちょっと多いけど行くぜ。怖い、すごく怖いぞ。あのね、本当に上手い人ね、20秒とかで仕上がってるんだよね。だから入れる入れる入れる、十なる入れる、十なる、掴む。いきますよ、いきますよ。もうだ、もうだ、だ、だ、頑張ります。あ、焦げてきてる、バターがやばい。ほわーほわー。で、これでこういってこういく。さあやっていく。なんか弱火、お前自動制御装置弱火になり始める。これ悲劇の始まりか。これ、これ、これで、これで掴んでいく、掴んでいく。このタイミングで全て決まります。お、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 ちょっと待って、あれ、おい、おい、おい、デビュー、デビュー、シャッタンとちゃいます。これでこうやってフライパンをひねっていく。おー、できてるぞ、できてるぞ。安い卵で。で、ちょっと卵の量が多かったか、これは。しかし、もうひねりはこれ、手首の角度が。あ、やばい、やばい。こっちまで来てる。おお、おお、あ、周りがくっついてきている。やばい、あ、もう出しちゃう、出しちゃう。なんかまあまあ伸びてきた。切る、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 切る。これ、ドレスになっているのか、これ。ちょっとまだ、鼻の部分もあるが、固まっちゃうより、あれ、箸抜いてしまった。箸は最後に抜くんだった。箸を抜いてしまう。ヒカキン選手、ここで箸を抜いてしまう、焦って。しかしちょっとドレスでもちょっと横に行っちゃう、横に行っちゃう。でもなんか大失敗じゃないな。ちょっとごまかして巻いていく。あれ、まあなんか角度詐欺、インスタ角度詐欺。ちょっとできてる、いいぞ。あと2回ぐらいやればいけるかも。ブーンブーン、本番いきまーす。軌道修正していきます。バター多すぎたり、箸を早く抜いちゃったり、お米の上に、最後ご飯の上に乗せるときに中心がずれたりとか、その辺だな。成功しか見えない。うわー、久々のことぶきさん。3個使うからこれで3000円ぐらいってとこなんだよね。やべー、失敗できねー。さっき
初めてでうまくいったのにこっちで大失敗とかなんねえよな。ことぶき様感謝して。これが1個1000円の卵、色がやばい。たださ、あまりにも特殊がゆえになんか繊細とかないか心配だな。これ色がさ、もうこれ超高級料理とかに出てくる色でしょ。これ見たことねえ色してんだわ。これオムライスの色変わるね、そもそも。うわすげえ、箸でつまめるみたいなさ、そんなやつだから。よし、いただきます。怖いよ、混ぜるのも怖い。ゴー。おらー、なんかおー、すごい。これなんか灼熱のドレスドオムライスなんじゃない。これ色がもう太陽の卵って感じよ。わあ、これで失敗はできねえわ。よし、こしていきます。もったいねえ、もったいねえけど俺はこれにかけてるんだ、ドレスドオムライスにな。これで準備 OK だ。いけ。うわすげえ、色が全然違う。よりなんか通らないな、やっぱ白身の弾力とかがあんのかな。これ見て、これすごい、めちゃくちゃすごい色してます。こしてさらにいきます。バターは1個で、さっきちょっとバターが焦げ始めちゃったんで、もう溶けきるかどうかぐらいでいっちゃいたいと思います。くっつかないようにしっかり俺は圧をかけて塗ってます。横までいく、横まで最後落とすと、落とすまでが勝負。 OK、 いくぜ。これが世界最高峰のドレスドオムライスだ。うわ、色やっば、色やっば。これは多分世界初です。この卵でやったのは僕だけです多分。あれ、さっきより火がなんか、もしかしたらフライパンが温まりきってなかったか、ちょっと やっちゃったか。大丈夫だ、大丈夫に決まってる、そうに決まってる。いけてるいけてるいけてる、回転回転回転、早い段階で回転回転。うまい。誰か腕を交換してください。僕とすごい一回転しました。あー、ちょっと待って、あ、そっかそっか、周りがくっつかないように。抜くな、箸を抜くな、ビビって抜くな、ひよんな。ちょっとくっついてるか、大丈夫かな。ちょっと待って、これでちょっとこうやってダンダンダンってやると、あー、ちょっとやばい、まずい、抜いちゃいます、やっぱ抜いちゃいます、僕すいません、抜いちゃいました。もう一回刺します、これで OK。 これで中心をずらさないように。あ、いける、中心が見えないからむずい。ちょっと待って、で、こうやっていってだね、こうやって、もうちょいこっちか。まあまあできてるぞ。あ、抜いちゃったけど、よし、結構いいよ、ひねってるよ、回転してるよ、ほら、ちょっとスポスポって穴開いてるけど、結構いい。すごくね、2回目にしちゃう、これ結構すごいと思うんだけど。ちょっとデミグラスを、じゃあちょっとこれまあまあ成功ということで、よし、これで周りにこう、ぶっちゃけこれオムライスにかけたいところなんだけど、周りにかけていくだけで、いい香りで、最後に軽く生クリームとパセリで仕上げるといった感じでしょうか。上からかけたら作ったのは台無しということで、OK。 よーし、ひねりがちょっと甘いんだが、でこれ生クリームを、最後にパセリを、うぇーい、パセリで穴をごまかしていく。 OK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 、 まあまあ OK じゃないこれ。あともう一回いこうかな。うわー、結構いい。3度目の正直、本気でいきます。これさらに方向転換学んでます。あのね、まず始まる角度が、手がなんかもうこれ以上回んないみたいになるんで、まず右スタートにしとく。ちょっとさっきフライパン温まりきってなかったんで、ちょっと強く一瞬でいきます。いきます。安全装置がうちは働いちゃうんだよ。よし、大丈夫、今安全装置働いてない。よし、強いね、さっきより明らかに強い。よし、行こう、行きます。はい、フライパンは右向き3時の角度いきます。で、ちょっと柔らかそうなうちにグッと回転を頑張る、攻める。はいはい、いってる、もういっていいな。行きます。で、ここの回転に全てかけた。高さがあるぞ。もういったんじゃないか、行ったかもしんない、マジで。これ高さが出てる。でもこっから巻いてもちょっと危ないから、マジでプロだ、プロになっちゃった。絶対高さある、これ。で、ちょっとこうやって周りやって増やして、これやったな、俺やっちゃったかも。ちょっと半生な部分はいつもより多いかもしんないけど、これで焦げないうちに、超負けてんの分かる、これで。あとはずれればちゃんと、ちょっとくっついちゃった、やばい。これずらしながらやってるとくっつかないらしいんだけど、これで OK。 あとはずれてさえくれれば、ずれている、ちょっと待って、恐怖がプレッシャーという名の恐怖が、すいません、ちょっと角度、やばける、結構いい、マジうまい、やばい、プロ来た。これでちょっとこうやって角度同じ方向に巻いていけば、プロだマジで。やべえ、パセリかけなくていいぞ、これはカモフラージュなし、やばい、やばすぎる。
じゃあもうこれ流し込んでいきます、デミグラスを。はい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 、やばいよこれ。ちょっと偉そうに人に教えれるんじゃないかってぐらい、私の直感は料理界でも通用するということが分かりましたね。すごいぞこれ、本格的。これ料理系 YouTuber なんか目指そうかなってなんか思えるクオリティなんだけど、これ難易度高かったのに。ちょっとこれすごいんじゃないですか。はい、生クリームをかけて品種だぜ。かけすぎるとちょっと良くないかな。ふぅふぅって言ったんじゃないですか。今までの料理動画の中で一番嬉しいよ。うまくできていただきまーす、いただきまーす。食べるのもったいないよ。なんかこれさ、あのレストランのさ、何入り口にあるさ、あのローでできてるさ、あの食品サンプルみたいのに、どうですかっていうレベルよこれ。マジでマジこれやばいよな。いくよ、もったいねえ、なんか割るのマジでもったいないけど、いきます、せーの、ふっ。うわー、お店だぜこれ。ここにデミグラスをたっぷりつけてね、こうやって。いやー、これうまいに決まってるやないかこれ。うわー、てか卵の色がもうテンション上がるよねこれ。よいしょ、いただきます。味もめっちゃうまいっすね。ケチャップも入れすぎたかと思ったけど、別にもうそんな酸っぱくないっすね。あんくらい入れても大丈夫だね全然。うまい。これね、お母さんに作ってなんて言ったらね、くれてよっていうね、難しさだよ。ぜひチャレンジしてみてくださいね。でもやっぱちょっと家でこれ出てきたらさ、テンション上がるよね。何これっつって。こんなん作れたのって。器用な人だったら、ほんと一発でうまくいくかもしんないんで。鶏肉も柔らかいし、火が通ってていいね。いや、うめえ。あ、なんかご飯少ないかなとか思ったけど、結構多いわ、これ。案外。お店だともうちょい少ないかも、ご飯の量が。うん。生クリームもやっぱかかってるとちょっとテンション上がるよね、普通のデミグラスだけよりか。これはうまい。お昼ご飯って感じがするよな。マジでうまいよこれ。わかった。なんかご飯のボリュームがすごいって感じるのは、これ高さを出したから、なんか中にご飯の爆弾が入ってるって感じなんですよ。普通ってもっと薄いよね。だからか。だからもしかしたら、まあもうちょっと薄くてもいいのかもしんないね、うん、ただテンション上げたいじゃんね。やっぱ映えがいいよね。デミグラス多めがいいね。ご飯の量が多いから。なんか卵の甘みというかね、美味しいね。またやっぱり。なんでこんなに黄身の色濃くなんだろうね。何の食べ物が違うんだろうね。いい餌をあげてるってことだよな、多分。一瞬、美味しすくて。マジでうまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっとね、思ったよりね、3倍ぐらいうまくできたんで、最後ちょっと偉そうにね、コツとか伝授したいと思うんだけど、なんとなくでも分かったんですよ。中火にするじゃん。で、バター入れて、溶けてきたからっていうんじゃなくて、ちゃんとまずフライパン温まってから、中火のマックス熱さまでフライパンが温まってから、卵入れた方がいいね。で、ちょっと怖いんだけど、油とかね、まあ、僕バターでしたけど、バターはたっぷりあえて敷いて、で、時計で言う、僕は3時ですね。3時の角度から箸でこうつまんで、だいぶまだ柔らかい段階で、ぐーって一回でいったら、こうこうってこうなんつうんですかね。布と一緒だよね。一気に高さ出たんですよね、最後だけ。それが固まりすぎてると、なんかあんなにひねられてくんないっていうか、そっちの日本語がむずいんだけど、あんなにぐーって負けないんだよね、多分。そこが強火でいくからこそ、あの柔らかさでいけるなんか勇気みたいなのが必要なんだよね、この業界は。ということで、多分勝因は結構フライパン熱くしたこと、油をしっかりたくさん敷いたことと、あとフライパンちっちゃいやつでやったこと。これちょっとでかいやつでやってないからわかんないけど、多分でかいやつでじゃあ卵3個とかもっとじゃあ増やすとかしちゃうと、なんか負けない部分がめっちゃでかくなっちゃう気がするの。そうすると最後こうお皿に乗せる時に多分ね余っちゃったり、あとはくっつきやすそうな気がするね、外側とかがあんまり。巻くのに集中したいから。だから僕20センチのフライパン、まとめるとフライパンをちゃんと熱くする、油多めにする、フライパン20センチくらいのちっちゃめなやつでやった、これです。僕よりうまく作れる人待ってます。 Twitter とかインスタとか待ってます。挑戦状です。というわけで、この動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いします。この光
カキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他私ヒカキン SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、ブワーイ、くる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 、おい、タラクタラクタラク、タラク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 。